ロマン・アウレリアーのトーレス・モルシー・ジョは、パナマ・パナマ出身のサッカー選手。サッカー・パナマ代表。インテル・マイアミ・ CF 所属。ポジションは DF。チェポ FC でデビューし、主に母国、パナマやコロンビアのクラブを渡り歩いた。アトレティコ・ジュニオールに在籍していた2010年には、イングランドの数クラブから関心が寄せられていると報じられたが、移籍は実現しなかった。 2011から12シーズン冬の遺跡市場では、ノッティンガム・フォレスト FC が獲得に動いていると報じられたが、同様に実現しなかった。2015年8月、シアトル・サウンダーズ FC に遺跡。各年代を通じて、パナマ代表の中心選手として活躍。ユース年代では、2005年にワールドユース選手権に参加した。二千五コンカカーフゴールドカップの南アフリカ戦で、 フル代表デビュー。以来、ワールドカップ予選や、ゴールドカップ、コパセントロアメリカーナなど、通算100試合以上に出場している。2015コンカカーフゴールドカップではキャプテンを務めた。2017年10月10日、2018FIFA ワールドカップ出場権をかけた、コスタリカ戦で88分に、決勝ゴールを決め、トリニダード・トバゴに敗れたアメリカをかわして、 悲願のワールドカップ出場権獲得を果たした。本戦メンバーにも登録され、その際の体重 99kg は大会に出場する全選手の中で最も重い。チェポサンフランシスコラエキダアトレティコ、ジュニオールアトレティコナシオナルミジョナリオスシアトルサウン、ダース。ありがとうございます。